せーの、トラメントーラリー、トラさんとポケオメントー、サクラダのゆべくんと、ひなたさかいくんと、オカルダンとまいたけと、オカレンジのフィーくん、ひなたとカリちゃんです。せーの、トラメントー。ということで今回ですね、はい、ボカロ流行り曲総録。僕ら歌い手ということで、やっぱ歌を歌えないとダメなんですよ。歌えないというのはね、やっぱりそうなんすか。はい、そうです。なるほど。お前が思う歌以外の歌い手の定義は何なの。歌えてるイメージ悪すぎだよ。今回はこちら見てください、ドーンってことで、まあスゴロクの方ね作ってきました。はい、そちらね曲名がいろいろ書いてあるんですけども、サイコロ振って出たマスにこうパッパッパッと、まあ3が出たらじゃあこうマウに止まりますよね。はい、はい、やっぱ僕ら歌えてるなんで歌えないとおかしいわけですよ。はい、止まった瞬間に書いてある曲のサビを歌って瞬間で、瞬間です。しかも 100% の実力で歌わないといけない。そう、 100% で、まあ、ライブね、ライブ。スゴロクね、もしビリだった人はですね、はい、あの一発ギャグ3連発ということで、はい、超やろ、はい、をやってもらいます。そしてあのこれね歌えなかった人は都度テコピンを受けてもらう。はいはいはい。でこれ例えばだからこれ3年マオ歌いました。はい、次グッバイ宣言いきました。ここ歌えなかったらマオに戻る。うわー、優しいね。でもマオになんだ。そう、最初からじゃないから。マオになんだ。どういう副職じゃあそんな感じでマイリクさん、いやテニクロさん、はい、それではチョコラミのボカロ早歌まで、レッツゴー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 、チョコラミ。じゃあいきますよ。はい、最初グーマンスプレイ、あれマネコレクション、一番いいじゃん。じゃあこう右回り、はいはい、じゃあ俺からね。パチンビリ、でもすぐ行くよ。6 1 2 3 4 5 6、はい、引きこもり絶対チャンス、それの私だけの森の中で、イエーイ。ピッチが外れた。モーリーのが違います。はい、ゼロ。待て待て待て、寝起きやる。はい、次の人。よし、6進んだ。今度きつくなる。早いだろ、今日は。いきなり6だし。ゆべゆべゆべ、4 1 2 3 4。お、千本桜夜に紛れ君の声も届かないの、ここは歌え鋼の帯、この担当体で見落としめ。全力でもいいね。だから1とかマジでやめてほしい。5 4 3 5 6、息こもり絶対ジャスティス、お前の私だけの檻の中で引き越しでなる、俺の私の願い君に許すんだ。 OK、 させていただきます。3 3 3 1 1 1 4 1 2 3 1 0 0 0本桜夜紛れ君の声も届かないよ、ここは宴はかりの森、この断層台で見下ろして。オッケー、さ、さ、すげー。いやいやいや、引きこもり絶対ジャスティス、俺の私だけの檻。マジでやばいって。カニちゃん、はい、行きます。いくよ、いいよ。いや、また4か6出たら、あ、あ、うせぇ、うせぇ、うせぇはあなたが思うより健康です。あー、歯がないってやりとって。あ、歯がないよ、ほんまや。8周目これね、歯が大好きだから。大好き、1、2、3、4。あらま、キュアセコドクドク、流れる愛をもっとちょうだい、たんちゃん。あー、マジわからん。いきます。81、あー出してますね。 あ、出してねえよ、出してねえよ。愛を歌って歌って、でもの上濁り切っては見えないよ。急にオペラ調理。何のオペラ風になるの。オッケー、オッケーです。次、さくらくん。これね、ヴィランもわからんもん。さあ、うわー、強い、流行り曲ばっかやん。ワン、ツー、スリー、ダダダ、大統領になったらね、まずは頑張れるね、逃げちゃ倒れて、洗い流せるね。オッケー、よし、いきます、いきます。2、引きこもり絶対じゃん、それの私だけの檻の中で引き殺してた、それの私の願い、君に染まるまで。やんなきゃよかったね、歌は合ってるから。次行こう。何、1や、1やもらおうとしてんだよ。2、うっせぇ。あー、
じゃあいきますよ。いやいや、はいだ。はぁー、うせぇうせぇうせぇは、うせぇからあなたが思うより健康です。それそっちの短くない？もっと長い方がいいじゃん。もっと長い方がいい。続けて。チャンスあげて。短い人は短い方がいい。短いのに。はぁ、うせぇ、うせぇ、うせぇは、あなたが思うより健康です。一切が最後回も。わかんなかっただろ。俺とお前ね、どうするかりんちゃん。おめがめさん、いきますよ。6、2、3、4、5、6、はい、ハッピーシンセサイザー付きのブーレの奥まで届くようなメロディー奏でるよ。あ、セーフじゃない？続けて。トゥントゥントゥントゥ、ちょっと待って。トゥン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 トゥゴーンミスタークレイジーミラミラや構成の花びら君の前で。おいやった。お前違う服着て君の前で。あ、はい、前だけ。うわ、もったいな。頼む。じゃあルール変更しましょう。ここ何が欲しい？切れないから戻らずに、うん、デコピンしようか。そっからでゴールだけ戻らないんだからぴったりゴールにしろよ。ああ、なるほどね。じゃあここから2つ形式で。どういうこと？ダブルサイコロ。ダブルサイコロ。あ、いいんすか。はい。え、マジで言ってるの？選んで、どっち？どっち選べる？選べる。何そのルール？どっちがいいの？5、よし。1、2、3、4、5。はい。ダッタ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 リンダリンタリンアンタティ愛されない愛情。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 あ、めっちゃ痛くなった。しかもデコじゃねえし。じゃあ次、はい、行きまーす。すごかった。これ少ない方になるね。2、2、2。いや、これ違うんですよ。4、4。変わるんですよ。ただいまー、世界の彼方、闇を照らす快晴へ。さあ、もう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 、やりきんねん。いきまーす。あった。5進めて。1、2、3、4。まだ空へも世界の彼方、闇を照らす回線、イエーイエーイ。君と僕もさ、また明日へ向かっていこう。夢で戻ってしまうならば、一世に勝手に笑わせて。オープンです。1、あ、やった。さあキュッとおなか。これはもう、あ、デコピン、デコピン、これはもう、進めろ。それはもう、だってそれは受ける許可は間違えてないから。一人だけ違う。これがやられた。一人だけ違う。4出したら終わり。4出したら終わり。4で終わり。4でゴールです。4行って。3、ボールっていうボカロだって。ゴゴゴゴまで突き進め。君のスタートから一直線。絶対にゴールでみんなが待ってるから。誰も待ってない、誰も待ってない、誰も待ってない。2でゴール。あ、2だよ。わあ、ロキロキロロクロクロが気取らせ。エクトリックギターはトーストーストーストーさ。あ、行くね。先のすべてをさらけ出してみせろよ。ロキロキのロックロックの。おい、3だけは。うわぁ、1、2、3、4、5。笑っちまうほどにキュートな彼女。いや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 。1か、いやもう3以上、3以上。よし、1、2、3。メリー僕と分かってももう抱きしめなくていいんだよ。ヘイメリー僕が分かったらもう一度笑ってくれるかな。お願いします。2、6、おー、すげえ。1、2、3、4、5。
3、4、5 笑っちまうほどにキュートな彼女もうそろ僕使ってピンピンされるねキュートな彼女うわー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 もう、運よあーロキロキロキのロクロクロカキならせエレクトリックギターはどうぞどうぞ次あれしようよ俺たちが勝手にパッてお題よくそれ歌わせようよああいいよねこんだからねその辺だからああ確かに教えて教えて俺がお題言うさ一回このネタいくよあの6めちゃめちゃられるこれはあじゃあ今日の感情だよ笑っちまうほどにキュートな彼女そうさキュートな彼女来たら終わりやんじゃあ次からいくね一緒出したらまた戻んだよ手にもそうそう出すわけねえだろ火花1、はい、3、4、はい火花はい、あと泣きたくないのもっとちゃんと真似してよちょっとね、細かくなって4番目だったから2番あ、お題あ、オードバイコあ、オードバイコ歌ってくれ今夜はラッキーポキリうわぁうわぁうわぁ楽天じゃねえか、楽天だくしうわぁやりすぎじゃない2、3、4、5オード大好きや歌ったじゃん、歌ったあ、でもレディーメイドとか違う3、2、1レディーメイドどうぞレディーメイドの計算に左手をかけてノイズ混じり後悔後悔やめてな待っていろ下に乗った苦い感情ばかりが発火してまあいいんじゃないいきますか3と3いいんだね3と3勝ちよしまあ、歌ってんよ、これ歌ってないの歌ってないよテレキャスターウィーボーイ僕の韓国韓国なんでだから笑わせないで。さあ。お題出しに。あ、三。綺麗な言葉をこのメールに並べて。すごいすごい。四。1、2、3。じゃあお題いくよ。くるみポンチョ。くるみポンチョ。くる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 リポポンチ。朝水垂らしてなんとか運動で。朝一踊りのさ、ドロドロのせい。朝水そうそう。感情1出してはいすこんにちはネタ3発だよこれじゃあフェニコルさん真ん中集まってくださいはじめじゃあフェニコルさん一発逆3連発ということでまず1個目いっていいですかはい羽生結弦選手今回の演技どの曲の感想でしたかそうですねあまず先にどうぞいや羽生結弦やんけはい、次はじめ伝説のフリーキック壁6時ちょっと見えてなかったのもう一回やってもらっていいですかすいません伝説のフリーキックから伝説のフリーキックはじめ伝説のフリーキック壁6時になりそうな6時やるピーン7時変えてきたはじめ伝説の羽生結弦くん羽生結弦選手今回の演技最高でしたねありがとうございます今回の演技どういったようなところをモチベーションというかこう課題にしたんですかねあそうですねあまず先にどうぞいやうにゅうやんけはいということでね、ボカロ流行り曲すごろくでしたゆぺはねすごい歌えてたねやめた方がいい稼ぎですよ全員重いな。いなくなった。うん。はい。ということで、この動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、そして Twitter のフォローね、よろしくお願いします。はい。毎日全部、次月アプリでね、配信しています。チョコラビと調べてもらえば出るくんで、ぜひそちらの方もチェックして遊びに来てください。はい。ということで、せーの、チャンネル登録してね。